ここは JR 武蔵野線の新秋津駅です。これから用事で武蔵野線に乗ろうとしているのと、それと今日6月10日で乗りたい谷川岳ループ号の指定券が10時からこの後発売されるので、その指定券を買いに来たんですが、こんなものを見つけてしまいました。先日今話題になっている信濃町駅のスワローズの本拠地、ツバメの本拠地でツバメが子育てをしているということでご紹介したんですけども、新秋津にもですね、駅に巣を作ってツバメが子育てをしています。この間信濃町駅ではちょっと行った時間帯が悪かったのかもしれませんが、お父さんお母さんがね、交互に餌を取りに行って、このコツバメたちに餌を運んでくるという光景が見られます。下の方に、ね、目をやるとツバメが帰ってまいりましたということで張り紙が貼ってるので、毎年ここで子育てをしているのかも。指定券の発売のシステムが10時からということで、今の時間が9時47分頃なんです。あと10分ちょっと時間があるので、ちょっと10時を待ってから、一応谷川岳ループ号の予約というか、そのお話だけさせていただいて、お約束はできないということではあったんですが、なるべく取れる可能性が高い形でお願いをしております。なんせもう昨日6月9日に7月9日分の指定券を10時ちょっと過ぎたあたりに取りに行ったらもう満席になってしまって、がっくり肩を落としてその場を離れましたので、今回は人がいらっしゃるところで、新秋津は幸いなことに今 JR 東日本では有人のこういう緑の窓口縮小傾向にはあるんですが、まだまだ武蔵野線の駅の緑の窓口というのはそんなに減らされていない印象でして、ツバメというのは先日も少しお話ししましたが、今は九州新幹線の九州島内だけを走る東海道新幹線でいうところのこだま号的な役割の列車の愛称として使われていますが、その前は九州の博多門司港から西鹿児島、鹿児島中央を結ぶ特急としても活躍していましたし、特急ツバメというのは鉄道に詳しくない方でも割と名前を戦前から走っている特急列車の名称として格調高いということでも知っておられる方の方が多いんじゃないでしょうか。 JR の前身が国鉄なんですが、その国鉄時代から受け継がれる伝統のあるツバメの名前の、そういう会社さんの敷地にツバメが育つというのも何かの縁というかね、そういうのを感じます。大人のツバメがね、ここで2羽止まっちゃったんですが、でさっきねもう1羽大人がいたんですよね。
駅構内に今入っていっちゃいました。で、外に行きましたけどね、先日の信濃町のツバメの巣が結構高い位置にあったりですとか、まあ、行った時間帯が少し悪かったのかツバメの動きというのがあまりなかったんですが、今回は親鳥も含め、ヒナたちも毛繕いをしてたり、口を大きく開けたりとかね、可愛らしい姿を見させていただきました。近くにツバメの巣があればですね、静かに、まあ、僕は声出しちゃってるので、ひょっとしたらツバメたちにとっては迷惑になっちゃったのかもしれないですけど、まあ、時間がある時に少し足を止めて、成長の様子というのも観察されてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録やグッドボタンなどぜひよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。